is Bombshell's report. First speaker is Mr. Yuki Yoshioka from Hiroshima Hidankyo and Mr. Masaaki Takano from the Hiroshima Liaison Council of Able Black Rain Victims. 次は被爆者の方々の訴えです。広島県被団協副理事長の吉岡幸雄さんと広島県黒い雨原爆被害者の会連絡協議会会長の高野正明さん、お願いいたします。広島で被爆した吉岡です、この7月で83歳になりました。今年5月ウィーンでの NPT 再検討会議第1回準備委員会への要請行動に日本原水庁代表の一員として参加しました。今年の世界大会で国連のアンジェラ・ケイン上級大将に再会できたことを喜んでおります。私は当時16歳、商業学校の2年生でした。授業はなく軍需工場で働かされる毎日でした。8月に軍の命令で空襲による火災の延焼を防ぐために防火地帯を作る建物疎開が行われることになりました。クラスによる5日と6日の動員の命令がありました。どちらに出るか、中長の私と副中長のじゃんけんで決めることにし、勝った私は5日を選びました。負けた20数人は爆心地から約800メートルの作業に出かけて1週間以内に全員が亡くなりました。じゃんけんが生死を分けたことが私の心の重荷になりました。あの時同級生と一緒に死ななかったのか、生き残ったことへの罪悪感に苛まれ続けました。その日休みだった私は父と爆心地から 1.7 キロメートルで作業中被爆しました。瞬間目のくらむような閃光を感じ気を失いました。気づくと辺りは火の海、まともな服を着た者はなく、女性老人が叫び声を上げ地獄の絵のようでした。喉が渇き川に飛び込み海水まじりの水を飲み、ただ無我夢中で逃げたことを覚えております。山陰で倒壊を免れた家に帰り、いや山陰に、倒壊を免れた家に帰り、10日間40度近い高熱にうなされましたが、家族の懸命の看護で生き残ることができました。父と私は髪が抜け、下痢を繰り返しました。体中に紫色の斑点が出、父は3ヶ月後、54歳で亡くなりました。背中、右足、両腕の火傷は可能、内側に、傷は今、ケロイドとして今も残っています。体はだるく、意欲も湧かず、殻に閉じこもり、何度か自殺を図りました。その後、国家公務員として労働組合運動に参加する中で、生きる希望を持つことができたのです。再び、被爆者を作らないとの願いにもかかわらず、福島原発事故で新しい被爆者が作られました。67年経っても、黒い雨が降った地域で被爆者と認められない人がたくさんいます。原因は政府がこれ以上被爆地域を広げたくないこと、そして内部被爆を認めないことにあります。
戦争は国による最大の犯罪です。人権も心の自由も破壊し、被爆者を作り出したのが戦争です。再び広島の悲劇を起きさせてはなりません。核兵器も人類が制御できない、原発もなくし、ない原発もなくし、不安や恐怖から解放されなければなりません。これが被爆者の願いです。以上です。態度を変えるための皆様方のご支援をお願いを